この TI、ブーツは、チームイシューという意味ですね。 TI というのはでイシューというのは選手からの、発信、つまりワールドカップレーサーの、ノウハウが、まあ、詰まった新しいタイプのブーツになっています。昨年まであったワールドカップブーツと同じ位置づけになります。つまりまあレース用のブーツになるわけですけども、昨年から比べるとワールドカップに比べるとヒンジの位置が約4ミリ低く設定されています。これによってサイドの剛性、こう傾けた時の剛性はしっかりホールドされるんですけども、前後の特にまあ前側に重心移動する時の動きが非常に柔軟になっています。ターン前半のトライ、それから鋭角なターンをするときにはやっぱりここのブーツのたわみをしっかりフレックスを使って調整するということが、まあ昨年のワールドカップに比べて操作性が上がっています。まあ、STI はさらにこれの位置よりもヒンジがまあ9ミリ低くなっています。まあ、これによって STI は甲の部分も低くなるので、さらにまあ足首の動きというのは使いやすい。まあ、どういうシーンでっていうと、牛脂線や、それからまあ雪質がまあ柔らかい硬いとか、まあ、雪質の変化などにも、まあ、その足首を動かすことが柔軟になるんで、操作性っていう意味では STI の方が優れています。この TI は、まあ、それに比べて速く滑る、まあ、強く滑る、まあ、カービングのまあ強度が、強い、まあ、強度でコントロールができるので、パワーのある方とか、まあ、あと身長にも影響しますけど、すねが長い短い、まあ、そういう、ぜひ一度履いていただいて、このどちらかを選んでいただくといいかなというふうに思います。